ザターゲットは e 九は1997年のアメリカ合衆国のポリティカルスリラー映画。ジョージ・ P ・コスマトスの遺作であり、チャーリー・シーン、ドナルド・サザーランド、リンダ・ハミルトン、サム・ウォーターストーンが出演している。2003年11月にブエナビスタから DVD が発売された。若き大統領補佐官、ボビー・ビショップは大学時代の恩師、ポチェンコ教授から、 大事な話があるとして、急遽呼び出された。しかし、ポチェンコは待ち合わせ場所にやってきたビショップの目前で、何者かに狙撃され殺害されてしまう。ビショップは命を狙われながらも、ワシントンヘラルド氏の記者、アマンダの協力を得て、教授が伝えようとしたことを調べ始める。そして、調査を進めていくうちに、巨大な陰謀が進行していることに気づく。 撮影は12週間かけて行われ、リッチモンド、ジョージタウン、ボルチモアで主要撮影が行われた。ザ・ターゲットは、批評家から酷評されている。ロッテントマトズでは28件の批評が寄せられ、支持率0%、平均評価3.2、10となっており、ザ・ターゲットは時間との戦いというスリリングな展開で、観客を興奮させるのではなく、才能ある俳優を騙して、 どうしようもなくひどい脚本を選ばせる秘密結社が存在することを示唆していると批評している。ありがとうございます。